KDDI 株式会社の下りです。本日は 5G クラウドレンダリングによる DX で実現する次世代サプライチェーンと SDGs テーマについてお話をさせていただきます。よろしくお願いします。それでは本日は KDDI の下りと藤倉2名でお話をさせていただければと思います。本日、まずは私の方から 5G XR の経験の取り組みをお話しした後に、えっと、藤倉の方からさらに詳しいお話をさせていただければと考えています。まずはこちらの動画をご覧ください。でこちらの動画は、えっと、非常にこう高精細な CG が出てくるんですが、で、こう洋服もこうひらひらして、あの、すごく、あの、ハイクオリティな CG になってるんですが、実はこちらの CG は、あの、通常の CG と違って、 えっと、今、これは動画で流れてるんですが、あの、例えば、こう、360度ぐるぐる動かしたりとか、中に入っていくようなことができるような、いわゆる XR っていう技術を使った動画になっていて、で今までの,あの動画とは、実は全く違う作り方をしています。で、今日、あの、後半では、ここの具体的な作り方だとか、まあ、ここがどういうふうに作られてるかっていうところも、あの、詳しくお話をできればな、というふうに思ってます。 まあ、こういった形で非常にこう光が出たりとかエフェクトっていうのも、あの、通常の CG と違って、こう、自由にインタラクティブに動かしたりすることができるっていうのが特徴になってます。まず最初にですね、えっと、まあ、先ほど見ていただいたような、あの、動画みたいなものを、じゃあなぜ KDA がやってるのか、それから KDA がそもそも XR っていうところについてどういうことをやってるのかっていうのをお話しさせていただければと思います。 こちらがサテライトグロース戦略っていうことで、我々 KDDI が掲げている戦略になります。で、真ん中に 5G 通信ってありますが、一般的に我々の会社がこう携帯電話の会社っていうふうにイメージされている方が多いかなと思うんですが、我々は携帯電話っていうのは一つの手段であって、この 5G の通信っていう技術を使って、 あの、世の中をこう変えていきながら、あの、こうワクワクする世界を作っていくであるとか、社会課題を解決していくっていうことを、あの、やっている会社です。で、ここにありえます。まあ、いろいろなことをやってるんですが、この中でも、あの、法人パートナーの様に向けた、例えば、あの、DX、デジタルトランスフォーメーションっていう領域もやってますし、あの、LX って書かれたそのライストランスフォーメーションっていう、あの、生活者の、えっと、生活自体をこう変えていくようなっていうことも、 この 5G 通信を使ってやっていくっていうことをやっている会社になります。えっ、ー、と、じゃあこの 5G 通信っていうのが、あの、具体的にどのように我々の生活を変えていくのかっていうところなんですが、あの、ここに書かれている Google Cloud のこの Imersive Stream4XR っていう技術が、あの、この 5G 通信によって、まあ、冒頭にご説明、あの、見ていただいたような CG を、あの、今までと違うレベルでこう表現する ようなことができるっていうところに 5G 通信が使われています。で、今までと何が変わるのかというと、ここに書かれているシームレスな体験って書かれてますが、通常、まあ、ああいったこの CG の動画っていうのはすごくダウンロードに時間がかかるっていうところがあるんですけども、あの、この仕組みと 5G の通信が重なることによってあの、ローリング時間がほとんどない形ですぐ見れるだとか、あとは、あの、ウェブブラウザーみたいなものでも動くので、あの、スマートフォンは当然映るんですが、 あの、それ以外のウェブブラウザーが映るものであれば、どんなデバイスでもこう出していけるっていうところが、あの、大きく変わってくるところ。それから、高精度な、あの、高精細な CG っていうふうに書かれてますが、通常、あの、すごく高価なパソコンを使わないという表現ができないような表現っていうものも、あの、クラウド上にあるパソコンの連打で、あの、表示した CG を 5G 通信で、あの、まあ、モバイルだとか、そういったデバイスで表示することによって、 あの、どんなデバイスでも表示することができるっていうところが特徴になってまして、でここにちょっと QR コードがあるんですが、こちらから実際のデモを見ることもできるようになっております。で、この 5G が可能にする、まあ冒頭に、あの、我々がスマートフォンだけじゃないって発話をしていましたが、今後、まあこの技術が、あの、広がっていくことによって、あの、様々なこう、体験を変えていくような、あの、トランスフォーメーションをやっていけるっていうふうに考えています。まあ具体的にどういうことができるかっていう一例として、 えっと、こちらはあの AR メガね、スマートグラスって呼ばれているものですが、これは目を完全に覆うことによって、あの目の前に冒頭に見ていただいたような高精細な、あの、本物がこう目の前にあるかのような表現っていうのが、あの、できるようになるデバイスになっていて、で、先ほどご説明したようなその 5G の高速通信っていうことができるようになると、こういった表現ができるようになると。で、 えっと、これはもう、あの、これから未来こうなっていきますよっていう話ではなくて、もうすぐにこういった技術が導入できるようになっているっていうところが特徴かなと思ってます。で、まあ、こういった技術は、えっと、ざまな業界にあの展開できるっていうふうに考えてます。例えば自動、自動車であれば、あの、まあ、実際、あの、お店に行ってこう、自動車を見るっていう、 ことであれば、あの、いろんなことが表現できるんですけれども、あの、例えば家の前に車をこう置いてみたいなっていう時に、あの、なかなか難しいと思うんですけど、例えばこういった技術を使って、あの、実際に車を置いたらこういうふうに見えるんだっていうようなことが体験できたり、車の中がどういうふうになっているのかっていうのを確かめたいっていこともできますし、あの、インテリアであれば、あの、欲しいインテリアをこう、 あの、家に置いたときどういうふうに見えるかなんていうのも、あの、先ほどの技術を使ってできるようになる。こういったことが様々な場所でできていくっていうのが、あの、ことによって、あの、我々がこう、冒頭にご説明したような DX であるとか LX っていうところを実現していくという戦略になってます。で、本日はこの中のファッションの中の、さらにアパレルの部分で、あの、活用した事例っていうのを詳しく説明していこうと思います。では、藤川さんよろしくお願いします。 ここからは私 KDDI 藤倉が説明させていただきます。私は 5GXR 技術を活用したアパレル DX をメインに担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。まずは Google Cloud の Imersive Stream4XR を活用したアパレル DX の事例といたしまして、当社の XR 招きについて説明させていただきます。 まずは KDDI が掲げるアパレル DX の2つのミッションについて説明させていただきます。1つ目が 2B についてなのですが、まあ、社会的な課題であるサンプルや在庫ロスといった環境問題を解消した環境に優しいアパレルのものづくりへの変革を目指しております。2つ目が 2C 向けになりますが、お客様が本当に欲しい商品を 安心して楽しく購入できるショッピング体験の創出を目指しております。KDDI はどちらか一つではなく、これらの二つのミッションを両立を目指して取り組みさせていただいております。このアパレル DX の取り組みの一環といたしまして、2022年5月に Imersive Stream 4 XR を活用した高精細 XR マネキンを発表いたしました。ここで XR マネキンとはスマートフォンや 店舗サイネージなどさまざまなデバイスで商品イメージを360度好きな方向から確認できるまたコンセプトを伝えることができるソリューションとなっております。具体的にどのようなソリューションになっているかは動画をご覧ください。 はい、このように現在、えー、アパレル業界では、まあ、服の半数が余剰在庫としてる残ってしまうという課題がありましてこれを解決する鍵がバーチャルサンプルといったものになっておりますまずはバーチャルサンプルをによるサステナブルファッションについて説明させていただければと思いますが今映っておりますのが KDDI がプロデュースしているバーチャルヒューマン COE と書いてこう、e、と呼びます 彼女に商品のバーチャルサンプルを着せることで VR や AR で表示することができますこのように実物がなくても商品を見せることができるのでサンプルや在庫削減につながりますまたショッピング体験のところでは店頭のサイネージでこのようなモデルを表示すれば在庫がない店舗でも全ての商品を 提案することができるようになりますので在庫なしで販売機会の損失を防ぐことができますお客様のスマートフォンでも AR で実物サイズのモデルを目の前に表示して確認しながら購入を検討できますので買ってみてイメージが違ったということがなくなりますサイネージやスマートフォンなどまさにあらゆるデバイスがお店になるのが XR マネキンのコンセプトです ただいまご紹介いたしました高精細 XR マネキンはアパレル業界における販売工程の DX のところのものでしたが他の工程に対しても KDDI は取り組んでおります現在映っておりますのはアパレル業界のサプライチェーンの流れを本当に簡単に示したものになりますが最初の段階では商品の企画デザインそして生産販売までこのサプライチェーン全体を 当社の 5G 技術と XR 技術によって DX しサステイナブルな構造を実現した次世代サプライチェーンの実現を推進しておりますまさに9月にこの XR マネキンのアップグレードがあったのでご紹介いたします先ほどサプライチェーン全体の DX について説明させていただきましたが 商品の企画デザインをするための 3D デザインソフトウェアと連携することで、企画デザインから販売まで一気通貫した効率的なフローが可能になります。具体的に今回連携させていただいたのは、株式会社島精機製作所様というグローバルでアパレル機器を開発販売しているメーカーさんが、こちらまた開発している APEXFIS と呼ばれるソフトウェアになります。 まずはこの APEXFIS というソフトウェアでどのようなことができるのかを動画でご覧ください。APEXFIS はこのように記事のデザインをすることができるソフトウェアとなっておりまして、またデザインした記事はリアルなシミュレーションとして画像出力をすることが可能です。 特にニットなどでは糸データから編み目一つ一つをリアルにシミュレーションすることができますので高精細なテクスチャーを作成することができますさらにデジタルの型紙からこのように衣服の 3D データも作成することができますので VR や AR での活用も可能になっております このように、APEXFIS と当社の XR マネキンを連携させたソリューション、XR マネキン 4APEXFIS を9月に提供を開始いたしました。はい、今映っておりますのは、APEXFIS と XR マネキンの連携を示したフローズになっております。APEXFIS で企画デザインした衣服の 3D データなどを、XR マネキンとして活用することで、 まあこちら、右側に書いておりますが、デジタルカタログでしたりとか、360度 VR ショールームといったようなさまざまな販売促進のユースケースが生まれます。また、ニットであれば、島機製作所様がまあ開発、販売しているニットエアを製造するための機械がありまして、そちらのデータの、網機用のデータとしても APEXFIS は書き出すことができますので、生産にもつながります。 このように企画デザインから販売促進、生産までのサプライチェーンの全てのフローをこの Excel マネキン q u for Epex Viz はカバーすることができます。x c e l マネキン for Epex Viz のユースケースの一つであるクラウドレンダリングによる高精細なバーチャルサンプルの確認についてまずは動画をご覧くださいはい。 こちらは実際に APEXFIZ で企画デザインしたバーチャルサンプルを着たモデルをイマーシブストリーム4 x r で表示したデモとなっております。現実空間の明るさが環境光としてモデルに反映されておりますので、例えば屋内と屋外ごとに見た目が違うといったものも確認することができます。このようなまあイマーシブストリーム4 x r を使った大きな特徴として冒頭でも挙げられましたがデータ軽量化が不要な点といったものが挙げられます従来のウェブ上での XR コンテンツ制作では表示しようとするデータというものは軽くなければなりませんでしたそれは ApexFiz から出力データ出力したデータも同様でそのままの状態では使うことができずデータの軽量化作業というものが 必要だったんですけれども、まあ、こちらで計測したところ、1体当たりの制作時間が約3時間以上かかっておりました。はい、こちら、何体も表示しようとすると、当然、工数は膨れ上がりますし、軽量化作業を行った後にデザインなどの修正が入ると、まあ、やり直しも発生してしまうので、まあ、非常に非効率だったんですけれども。 今マーシブストリーム 4AXR を活用すれば、軽量化作業をせずに、データを高精細な状態のままで VR や AR で表示することができるようになりますので、大幅な制作の効率化につなげることができるようになります。はい。さらに今後、XR マネキンにモーションをつけたファッションショーも実現できるようになると考えております。 本セッションの締めととして動画をご覧いいただければと思いますバーチャルサンプルを北モデルにモーションをつけ、それをイマーシブストリーム4 x r で配信することで、お客様はお手持ちのスマートフォンを通して、まあ、このような VR やまたは AR で高精細なショーを360度、好きな角度から目の前でインタラクティブに。 体験できるようになります、はい、このようにリアルな記事を目の前で確認することもできますし背景空間や例えば煙といったような凝った演出をも加えることができますですのでサステナブルなものづくりだけではなくこのようなエンタメのショッピング体験といったものにも今後イマーシブストリーム 4XR を 活用しててなげるることができるようになっております今回は KDDI が取り組んできたアパレル業界におけるイマーシブストリーム4 x r の事例をメインにご紹介いたしましたが冒頭でもありました通り他のさまざまな業界でもイマーシブストリーム4 x r を活用したりデザインソフトウェアや CAD ソフトウェアと連携した DX を実施したりすることで SDGs を実現する次世代サプライチェーンを構築することができると考えております。KDDI でもアパレルはもちろん 5G と XR を活用した様々な取り組みを進めていければと思っておりますので皆様ご期待いただければと思っております。それでは本セッションは以上になります。皆様ご清聴ありがとうございました。